伝言がある。え、知り合いが。いや、じゃあエジソンからだよ。霊界からのメッセージさ。バカバカしい。早く帰ろうぜ。ちょっと待てよ、気になるんだ。何が。実はさっき。おい、私はシャーマン。霊と話すのが私の仕事。まあこんな有名人からのメッセージは初めてだけどね。私はエジソン。君たちにメッセージがある。新しい集める君たち。どうせ演技だ。手を。これはエジソンミュージアムで見えたのと同じだ。すごい。大丈夫か、竜太。竜太、これはもしかして。何なんだ、竜太。霊界通信機の設計法かもしれない。エジソンミュージアムにあったあれか。竜太、しっかりしろ。お前まで何言い出すんだ。すげえな、面白そうじゃないか。ロベルト、確かに方程式とビジョンが見えたんだ。本当か。日本に戻ったらクラブで作ってみようぜ。おいおい、パトリックも当然手伝うよな。冗談じゃない。この機械はあんたたちだけではできないって言ってたよ。え、協力者が必要らしいね。協力者。協力者か。そうだ、クラブの顧問に相談してみようぜ。結構有名な科学者だからな。きっと協力してくれるよな、パトリック。だから僕は嫌だって言ってるだろ。座って。ああ、これが竜太の秘密実験室か。確かにここなら誰にも気づかれずに霊界通信機の研究ができる。ロベルト、いいのか。クラブクビになっちゃうかもしれないぞ、顧問に知られたら。ああ、非科学的だってカンカンだったからな。パトリックのやつはあれから口も聞かないし。竜太は平気なのか。やってみる前に諦めるのが嫌なだけさ。ま、竜太のそういうところがただのお利口さんと違うところでな。こっちもつい乗せられてしまうってわけだ。入っていい？優子。こんにちは、ロベルト。はい、優子。この間は楽しかったね。また勝負しようぜ。あ、もしかして、確か優子は宗教系の学校だって言ってたよね。ええ、そうだけど。
それなら霊界のことも詳しいんじゃないか。龍太、あのばあさんが言ってた協力者って優子のことだったりして。きっとそうだよ。優子にも参加してもらおうよ。何の話？実は僕たち霊界通信機を作ろうとしてるんだ。霊界通信機ってあのエジソンが作ろうとしてた？なんで知ってるわけ？夕べたまたま読んでいた本に書いてあったの。面白そうだなって。ビンゴだよ、ビンゴ。偶然はないって言うじゃないか。絶対に協力者は優子だよ。手伝ってくれるだろう、優子。協力してくれるかい？よくわからないけど、私にできることなら。やったそっか、それでパトリックも来てたのね。パトリック？道がわからなかったみたいでうろうろしてたから連れてきてあげたんだけど。何しに来たんだよ。先生にでも言いつける気か？僕は元より霊などという非科学的なものは信じちゃいない。ただ僕の信条は科学的実証精神でもある。つまり霊など存在しないという事実を証明するためならこの実験にも意義があるんじゃないかと思ってね。それに僕たちは数々の実験をチームの力で成功させてきた。いくら馬鹿げた実験とはいえメンバーが一人欠けたら君たちが困るだろ。それに要するに参加したいんだろ、うん、相変わらず素直じゃないな、うん、パトリック、これからはここが僕たちの実験室だ。でもどうする気なんだ。龍太が見たという方程式だけじゃ。実はあれに基づいて作ってみたんだ、設計図。おお、やっぱり龍太って天才だな、うん、これなら一応試してみる価値はありそうだな。ここが動力源だ。ノベルト、君の得意分野だ。任せときな。ここがセンサー。今回はここが一番の難所になるだろう。パトリック、ここは君にしかできない。やってみよう。それにしてもすげえなこれ。ああ、僕も驚いている。でもポイントは考え方だったんだ。例えば増幅というのも。ちょうどよかった。これから実験しようと思ってたんだ。すごい、完成したの？多分ね。お、できたのか、リュータ。ロベルトは早々と高いびきだったからな。ま、そういう僕も途中で意識を失ったが。やったー！早く試してみようぜ。見ようぜ。よし、うまく作動したらこの辺りに磁場の変化が生じて何かが起きるはずだ。電圧よし。センサー OK。 実験スタート。電圧安定。センサー異常なし。何が問題なんだ？もう一度やってみよう。やっぱりダメか。私たちのしていることが正しいことならば。
聞いたか今の。人の声みたい。ラジオか無線の電波を拾ったんじゃないよな。いや、この周波数帯ではありえない。それじゃあ静かに。歌だ。これってもしかしてメリーさんの羊？ヘローヘロー、聞こえるかね。私はエジソン、トーマス・エジソンだ。メリーさんの羊って確か、うん、ちょっと話ができすぎだ。怪しいぞ。歌は逆効果だったかな。まあいい。まずは実験成功おめでとう、星川龍太君。ニューヨークでも話したじゃないか。あの時はシャーマンの生態を通じてだったがね。失礼ですが、あなたがトーマス・エジソンであることをどう証明するんですか？科学とは目の前にある事実を受け入れることから始まるんだよ。そのマシンを苦労して作ったのは他ならぬ君たちじゃないか。違うかね、パトリック。本物だよ、本物。あなたが本当にトーマス・エジソンであるとしても、なぜ僕たちのところに？つまり、実はちょっと困ったことになってるんだ。今地上に、今エジソンが助けを求めていなかったか？いや、よく聞き取れなかった。私も。いや、間違いない。確かに危機だ、助けてくれって言ってたよ、あのエジソンが。なんとか力になろうじゃないか。落ち着けロベルト、落ち着け。仮にお前の言う通り、あの声の主がエジソンだったとしよう。そしてこれもまた仮にだが、エジソンが我々に助けを求めていたとする。だが僕たちに何ができる？エジソンは霊界にいるんだろ。どうやって助けに行く？死んで霊界に行くつもりか？不可能だ、 100% 不可能だロベルト。そりゃもしエジソンに会える方法があるんだったら僕だって行くさ。でもありえない話なんだ。だったらどうすりゃいいんだよ。何か聞こえる。もしも君たちが本心から願うのなら、私が案内しよう、霊界へ。あなたは？我が名はゴッドイーグル。ゴッドイーグル。ゴッドイーグルってもしかして知ってるの？名前だけね。確か古代インカの最高のシャーマンで、この世と霊界を自由自在に行き来できたって。それじゃ俺たちを霊界に連れて行ってくれるってこと？冗談じゃない。おいパトリック、さっきお前エジソンに会える方法があるんだったら自分も行くって言ってたよな。どうすれば霊界へ？まずは精神を統一することだ。どういうこと？精神統一の方法なら学校で習ってるわ。まず姿勢を正すの。やってみて。背筋を伸ばして、それから目を閉じて、ゆっくりとお腹で呼吸するのよ。吐いて、吸って、静かにゆっくりと。心の波を沈めるようにイメージして。
優子。二人とも無事か？どうなっているんだ？ここは多分霊界だと思うけど。でも誰もいないぞ。ゴッドイーグルって人も。催眠術にでもかかってるのかな。あ、見ろよあそこ。開けてみよう。もし夢でないとしたらどんな可能性があるかといえば。言いたいじゃないか。夢じゃないぞパトリック。冗談じゃない。こんな気味の悪いところは嫌だ。僕は帰るよパトリック。帰るったってどうやって帰るんだよ。なんてこった。僕たちは帰る方法も知らずにこんなヘンテコリンなところへ来てしまったというのか。落ち着けよパトリック。落ち着いている場合か。のんきな顔して。のんきな顔は生まれつきだよ。お前こそジタバタうるさいんだよ。なんだと。あなたは。ゴッドイーグル。ありがとうゴッドイーグル。危なかった。霊界は思いの世界だ。心が乱れると乱れた心に応じた世界へ落ちてしまう。それってもしかして地獄とかいう世界のこと？ここはどこなんですか？ここは四次元幽界。死後間もない人たちが霊界になれるためにある世界だ。ここで彼らは自分が霊になったことの驚きを実体験しながら霊としての自覚を深めていく。人は死んだらみんなここへ来るんですか？いや、まずあるところへ行き、それからこの町に来る。あるところ？行ってみたいか？ええ、できれば。優子、ダメだよ。僕たちはエジソンに会いに来たんだから。珍しくロベルトの意見に賛成だな。とにかく早く用を済ませて帰ろうぜ。まずは霊界になれることだ。さもなくば大変なことになる。それでもよければ。ああ、いえ、ぜひ案内してください。の川。助けてくれ。あれは、あれはあの者の執着。
生きていた時にこれだけは手放したくないと思っていたもの。この川を渡る時に地上の執着は捨てていかなければならない。あの紐のようなものは霊視線、肉体と魂をつなぐコードだ。普通は心臓が止まってから約24時間で霊視線は切れる。その時人は本当の死を迎えるのだ。なんて綺麗なの。どこへ行くんだろう。サンズの川を渡った者たちが長い長い花畑の道を歩くと、ここにたどり着く。これって映画館？何を上映してるんだろう。人生という名のドラマだ。これからあのスクリーンで彼が生まれてから死ぬまでの全てが上映される。あの人たちは？先に死んだ親族や知人たちが来ているのだ。彼が生前に行ったことだけでなく、心で思ったことも全て明らかにされていく。心で思ったことまで？幼少時代、小学時代、中学時代、進学、就職、結婚、転職、離婚、破産、その都度その都度自分がどう思ったか、どう考えて乗り越えてきたか、すべてが映し出される。これで本人も納得して行き先へ向かうことができる。行き先？現代人の半数以上は地獄と言われる世界へ行っている。え？半数以上も？霊界を信じない者が増えたからだ。死ねば何もかも終わりだと思うから好き放題に生きる。しかし厳しい現実が待っているということだ。もちろん上映後に拍手喝采を受ける者もいる。そうした者はその心境に応じた天国へ行くことになる。天国？うん、天国がいいよ。天国が。行ってみたいか？天国へ？霊界は思いの世界だ。その心境に応じた世界へ行く。心を善なる思いで満たしてみよう。善なる思い？善なる思いって人に親切にする心かしら。うん、相手を思いやる心。例えば友情。うん、うん。
ここが天国か。ここは五次元全人体、天国の一部だ。五次元全人会、あの町へ行ってみよう。ずいぶん遠いな。あれ、あ、飛んでいけばすぐだ。さあ。え、僕たちもですか。霊界は思いの世界だ。飛ぼうと思うことで飛べる。あ、ユーコが飛んだ。わかった。イメージすればいいんだ。イメージか。よし。初めてにしては上出来だ。この五次元全人界に住む人々の心は、与えられていることへの感謝と、人のために何かをしてあげる喜び、そうした善なる心で満ちている町だ。彼らには親切の見返りを求める気持ちなどないが、それでも相手の感謝の気持ちが伝わると、ほっと光が灯るように幸福感が広がる。それ地上でも同じような感じがあるよね。人に親切にするとなぜか胸があったかくなる。そういう経験がたくさんあるものは、こうした美しい世界に帰ってこられるということだ。これは六次元への扉だ。おい、誰かいませんか。入る方法は、君たちの持っている人生の理想や夢、それがこの建物に入る鍵だ。理想や夢、自分自身の心に問うてみるがいい。夢か。例えば校長推薦で大学へ行って、卒業後は国際的大企業に招かれて、いきなり主任研究員に大抜擢。それから愛しのエリーザと結婚して、子供は4人、いや5人だ。夢とは自分の欲望ではない。志と言ってもいい。何のために君たちは努力しているのか。何のために、六次元光明会。
行ってみよう。よし。ロベルト。パトリック。これは人体に異常が生じる以前に幽体のレベルでの異常を探知することができるという装置。言ってみれば病気になる前に病気を発見できるセンサーさ。まだまだ未完成だけどね。これがあればどれだけ多くの人の命が助かるか。そうだ、僕が目指しているのはまさにこういうものなんだ。ええ、そのためにあなたは生まれていったんでしょ。え、完成すればそれ一つで家庭のエネルギーは全て賄える。もちろんパーフェクトなクリーンエネルギーだ。これだ、僕はこれをやりたかったんだよ。あんたたちすごいね。君だって一緒に研究してたじゃないか、ここで。そうだったのか。この6次元光明界は様々な職業や分野で進化を遂げた者たちが住む世界。例えば政治、経済、科学、教育、芸術、宗教、それぞれの専門分野でリーダーとして大きな功績を残した指導者たちがこの世界に帰ってきて、さらなる学びを得ようと努力している。彼らは実に個性豊かだが、一つだけ共通する悟りがある。それは人間や霊たちを生かしめている大いなる光があると知っていることだ。大いなる光？その大いなる光を仏と呼ぶか、神と呼ぶか、真理と呼ぶかは人によって違う。しかし彼らはその光こそが圧倒的なる力の源泉であり、この世界を司る法則であることも知っているのだ。